こんにちは、速稼塾の久保です。自撮り棒を持って、でやっぱり YouTuber ですからね、こうやって今の時期こうやってマスクをして歩いてるとなんかギャングみたいに見えますね。いやでもこれはねちょっと置いといて、あのマスクがないっていうんだったらこれでも別にいいんじゃないかと思うんですよ。紙の使い捨てマスクよりは頑丈だと思うんですけどもね。しかもこれ何回も洗えて使えるし、でバッグとかにねこういうのを 2,3 枚入れとけば出先で取り替えることもできます。で洗濯したらまた使えるということでございます。どうですかね、あのマスクの行列に私はね10分でも並びたくないんですよ。並んでるところで感染しちゃうじゃないですか。まあそもそも私外出しないんでマスクがそれほどね減らないんですけども、でも外出するときはこれでいいと思うんですけどね。で今回ね西アクロスの山根さんがあの使い捨てのマスクですか、あれを再利用する方法を教えてくださってますんで、まあ、そちらの方も参考にしてみてください。あのやっぱりね工夫すればないものをやっぱり使えると思うんですよ私は。で私本当に思うんですけども、あの数十円のマスクね、1枚数十円のマスク、あれがそんなに当てになるのかなと思うんですよ。私はこっちの方がね頑丈だなと思うんですけどね。でまあさすがにねこの格好でコンビニ行ったらコンビニ強盗ですよ。こうやって行くわけでしょ、こうやって自撮りでこうやっておりゃーみたいな感じで、やっぱ親父狩りになっちゃいけないんで、そこはね TOP ですけども、基本的にはちょっと咳出ちゃいました、あんまりのことに。これでいいんじゃないですかね。これでダメですかね。これ風呂敷とかでもいいですし、まあなんですかね、昔のほら銀行強盗みたいな格好ですよね。じゃあダメか、やっぱりダメですかね。まあ私はこれで行こうかと思うんですけどね。うん、まあでも布のこういう風なので、あの頭に巻くやつあるじゃないですか、ああいうのでもいいと思うんですよ。あのなんですか、マフラーみたいなのこうやるとかね。なんか結構マスク買わないとダメみたいな先入観なくしたら割といけんじゃないかなと思うんですよ。うん、だからもともとねマスクって洗って使い回してましたからね。どうなんでしょうかね。じゃあ山根さんの動画も見てみてください。